しかしてついてきたの？ついてこないでって言ったのに。本当にやましいことはない？はあ、まさかあなたもここに来るなんて。あなたにバレるのも時間の問題だったのかもしれないわ。私が挑戦したいって言ってたのは料理のことだったの。料理はあんまりしないから得意じゃなくて。だって料理ができないなんて恥ずかしいし、料理に挑戦なんて大げさだって思うでしょ？本当？私だけが困ってるわけじゃないのね。これからは少しずつ時間を作って料理の練習をしようと思っているの。今までやってこなかったからあまり上達しないかもしれないけど。そうね、頑張るわ。え、もちろんいいけど、私が下手でも笑わない？レシピと買い物リストは用意してあるわ。ええ、ありがとう。